Every day's one day good. シェリル・クロウです。どうもおざます、こんにちは。そばはスカマクイでございます。魔女の家の第6回目ですね。やっていこうと思います。で、あ、マウスが。で、前回の、続きからなんですけども、ヒントをね、いろいろこれ、前回これ引き抜くってやって、ドスーンってやられたんで、何なんでしょうね。引きちぎる？なんで、テオル。お、いけた。奇妙な声を発して美しい花は途絶えた。やった、死ななかった。で、白い花びらが散って、お、花の残骸、ごめんなさい。大臣もなんかもう話しかけてくれなくなったな。でも、ここにおる花たちよ。やったぜ。任務完了したで。聞こえた、あの子の醜い声。聞こえた。え、ああ、約束のものね。差し上げてよ。白灰色の粉、はあ。黄色い花から取れる飴状の粉。性格悪いなぁ。黄色花を上機嫌の話してる。よかったね。よかないわ。俺が気分悪いわ。何の罪もない白い花たちをこれショートケーキとか食べやがってよ。まったく。お！とりあえずセーブだけしと。で、この粉を、こないだ唾吐きかけてきたやつに渡せばいいのかな？ここ。あんた薬持ってないか？少しで開けてくれ。頼む。はい。何もかは鉄格子に掴みかかった。はい、それをよこせ。はい。鉄格子の隙間から白灰色の粉を差し込んだ。ナミコは素早く粉を手に取った。は、は？なんてこった。あれがねえと青年じゃないか！なに？鳥かご倒れて、扉の金具が緩んで、お、じゃあこじ開けよう。見えない何かが飛び出していった。ほう。どうも。この間ありがとうございました。何よ。ああ、くそ。イライラ、めっちゃイライラしてるよ。闇に隠してる。何を？よくわからんな。で、鳥が、うおぉ！ああ！いた、鳥が飛んでる。あ、これだ、いける。いやあ！なんかカウントダウン始まってたし。いけってことだよな。ゴー！毒発生中、いろんな靴で通ること。は？あ、そう、とりあえず頭蓋骨。読もうか。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことが気がつかず、さらには自分が死んだことも気がつかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。城壁の、真ん中に立って、正面右左と、頭を振り続けていた。どういうことですか？あ、いや。あ。色のない靴で、行けってことは、多分あの中に、そういうのがあるはず。何も入ってないだと。お、空き瓶。何か入ってた。何も入ってないだと、とりあえず出よう。なんか空き瓶が手に入ったけど、これ、なんか、これかな？あの、おっさんが言うてたの。おっさん。はい。違うか。どういうこと？何が必要？あ、ここ通れる。やった。水は頭蓋骨が封印している。おどういうこと？レバーがある。引かない。あ！
これもしかしてさっきの本のことかな？とりあえず戻ろうか。古びた壺、手に入れる。ん？頭蓋骨が入ってた。多分これ頭蓋骨ってそういうところなんだよな。そういうことなんやろな。とりあえずセーブ。なんであそこの頭蓋骨を取りに行かなあかんのか。ここ。よし！とりあえずセーブ。あ、ちゃう、あの部屋か。どういう順番やったかな。はい。もうタイトルはドクロの兵士って書いてる時点でもう頭蓋骨のこれ、ヒントになってるやつやなっていうことやもんな。定石の真ん中。ということは、オッケーオッケー。なんか分かった気がする。じゃあちょっと行ってみましょうか。不気味な部屋やけど、頭蓋骨が並んでるところなんかもう。絶対入ってないわ。真ん中って書いてあるやろ？正面、右、右、左、正面、右、左。あー、なんか分かってきたぞ。ここ多分正面やろ。あれ。これ頭蓋骨で、正面に置く。だからこれちょっと待って、正面右左やから、ここ右やな。右向き。はい。右、左、正面、右、ここ左やな。左、正面、右、左、これ正面でしょ。どうだ？これ引けばいいかな。お、当たった？もしかしてこれ。なんかゴボゴボって上がったからここかなと思ったら、ん？父ちゃん死んじゃった。グランウェルクのことか。ごめん。これ水入れたらいいかな。これをあのおっさんに飲ませに行ったのか。とかもうあの骸骨出てこへんやな。よし。ああくそ。イライラする。あれ？あれ違うの？あとどこや？いやー、ちょっとあのさっきの骸骨はちょっと逃げれてよかった、本当に。もう日頃のあれやな、鬼ごっこ芸をずっとやってきた、やっぱりちょっとこうスキルが上がってたってことやな。へぇー！楽しそうな話をしてるな。あ、そっか、ここか、あと。ん？真っ暗やろ？はぁ？なんか、やった。光を放つ。これ、あ！ちょっと照明力足りなさすぎるやろ。そっか。雨に濡れて光るって言ってたから、水の中にいればそりゃ光るか。読みませんわ。ちょっと頑張ろう。ああ、怖え。これ鬼ごっことかやられたらもうアウトやで。覗く。ほう。腕時計。ああ！あ、死んじゃった。罠？今の。ちょっと。
くそー。ということは、むやみに、拾ったらあかんってことかい？ははは。何を持って、はい、覗きます。何も落ちてない。ならいい。ああ！血が増えてる。ああ、やだー、やだー。いかがでー？ああ！もう、もう産地がどんどん、うわ、ぶっぱっぱ削れていく。はい。はい。はい。あ、何か入ってる？翡翠のパイプ。翡翠で作られた喫煙。喫煙って、はぁはぁ！いいのかな？うわぁ！これで合ってます？こうじゃない。やめろ！なんだろ！首ないし。あ、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。こっち、こっち。ちょっとなんか来て、はは、なになに、や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 。よかった。あれで鬼ごっこスタートとかってなったらもう、さすがに自信ないよ。もうエターナル以来のちょっともう暗闇の中の鬼ごっこはやめてってなるわ。ということは、これで合ってたのかな？翡翠のパイプで。じゃん、うっと！もう読ませへんでって感じに閉じやがって、ほんとにもう。おっちゃん、これか。絶合子の隙間から翡翠のパイプを投げ入れた。パイプは何もかり拾い上げられた。ああ、これは、俺のだ、俺の。何かは牢の奥に消えていった。はあ！隣の牢屋から何かが出ていこうとかした。え？あ、いい。せっかく隠しておいたのに。知らんわ。おお。楽しいお菓子作り、病気の持つ親へ、無実物依存症、どれも汚れていて、読みそうになる。はぁ、なんだなんだ、布にくるまれた何か、はい、何ですか、あ、赤い靴、履いていた女の子、血を流せ、偉人さんにさ、おぉ、あぁ、なったもう、ちょっともう体中から汗がすごいことになってるんやけど、もう内側も外側も赤い尻で縫い込まれてる君の悪い靴。偉人さんにさらわれていっちゃったとかならへんやろな。これ、もしかして、ここで、白。おぉ！うわっ！偉人さんにさらわれたというか、まあ、確かに首のない偉人さんが、いましたけど、え、違う？色のない靴でと、あ、わかった！この赤い靴を洗い流せばいいんや。ここで。ほら、やっぱり！靴の血が洗い流されて透明な色が現れた。ガラスの靴を手に入れた。あ、死んだ音。ごめん。本当にビオラ、君。あんなところで骸骨出てくるって聞いてんぞ、本当には！あれで終わりちゃうんかい！はぁ。よし。逃げる準備はできてるな。オッケー！こう！へへぃ！どないや！よっしゃー！とっさに反応、ああ、
反応できてよかった。ガラスの靴やな。おし。もう、偉人さんにさらわれてからもう普通にシンデレラになったね。よし。あれ?ここで、あれ?ああ、そういうこと?時間が、うわぁ!時間が、時間が、ああもたもたしとった。アイテム使わなくていいねんね。そのまま進むやで。そのまま進むやで。ゴー!じゃんじゃんじゃん。ゴーゴー。ただただひたすらまっすぐ進んで、ドチョン!シュガー!飲む!もうそんな、もうトマトケチャップ積み込んだ人形やろ、どうせ。あれ?ダッシュしろってこと?よし、じゃあ走っていこうか。走っていこうと思って、走れへんよ、これ。ボタン効かへんぜ、これ。ちょっと?ちょっと?もしもーし、いけた。やった!にゃー、友達って、なんだろうね。まあ、大切な、仲間?彼女は、さない。だって彼女は私をこの病気から救ってくれるから。救ってやな。私は彼女と友達になることにした。はあ。誰のことなのかさっぱりわからないけど。とかこれ、あれ?おー、なんか、ような雰囲気がある部屋。うわー!覗くな!おーおお、なんかもうずいずい見てしまうけど。お、なんか、棚の奥に小さな瓶が入って、取ってみようか。太鼓瓶。魔女のバラを枯らせる薬。あ!あーやめろ!とりも、拾おう。頭くるかよ。くそーとりあえず、とりあえず小瓶を取りましょう。で、ガシャーンってなるから、ここと、ここに出てきたから、こう回るか。よし、行くか。いやーい!うわはははは!増えすぎやろ!よしよしよし、こっち?これ、あ、よーし。わー!効果さそうかぶどうすぎやろ!もう、もう、気にせず踏むからな。よし、うわー!染まりすぎやろ、赤く!セーブしとく。さあ、もうあとは帰るだけ?だよね。だよねー。あれ?違う?紫色。あ!あそこか!普通に、あとは変えるだけやもんねーって言ってたけど、これ違うわ。ここか!じゃあちょっとセーブしていく。はい。ここに、その人形を置けばいいんか。はい。え?なになに?これ?穴が開いてる。降りようか。本当に?やめる。セーブしとく。僕はね、君がお前ここから逃げられようが、この家に食われようが、構わないんだけど、どちらかというと、ね。君に逃げてもらいたいなーって思っているんだよ。ま、死なないでよ。慣れ慣れしいなーと思ったけど、猫やったな。ありがとう!無事に逃げ出すわ。本当に?降りる降りる。レスキュー隊みたいな感じで、シューって感じに。ん?めっちゃ暗。
私の部屋までおいで。お、おお。なんか、お、お、あれ？黒猫の死骸。ごめん、踏んじゃった。これ、いよいよ物語はクライマックス、殺人現場やないか、もうこれ完全に。いいへへ。はい。私は病気で死んだから、彼女の体をもらうことにした。彼女の体で生きることにした。いいよね。だって私たち友達だから、私に体くれるよね。友達だから。だから、今日も遊びに来てくれたんでしょ？ねえ。ビオラちゃん。えぇあーなんか来てるパラノイアク以来のこの下半身しかない。あ、セーブ？たらわないか。あー早い早い結構な速さだよね、これ。うわーうわーうわーこっちこうほっほっほっ。お、お、お、おお、おー逃げれたー、やったー、拾おうか、手紙。あ、そうか、ここで、可愛い小瓶で、このビオランテを、おらやったなりー。クリアできたー。やったー、ビオラやっと帰れるよー。やったね。もう本当にもういろいろ怖い目に遭わされたけどさ、もうお誰や誰や、なんか手に持ってるのなんかわからんけど、んビオラ、あお父様、おやじさん、いやー、ビオラなんだな、無事か、どこも怪我してないか。いやー本当にね、いろいろあったけど大丈夫大丈夫。はぁ、よかった。本当に。お前の帰りがあんまり遅いから、森の中を探してたんだよ。とにかく、無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。ね。おうち、まあ、そう簡単にはいかないってことか。なんだ？怖え、この顔。いやー下がれ、ビオラ！おお！おお！ショットガン？的なやつ？おお。おお。ええー、なんか言おうよ。お互いに無言のまま走り抜けるんかい。あーでもこれで終わりかな。ん？終わり？おお、終わった、終わったー、よーっしゃ、無事に終了いたしました、魔女の家。まあもう感想として言えることは、どんだけ怖がらせられるねん、怖がらせるねんっていう、その一言につきます。いや、ほんとに。まあもうたくさんのリクエストもらってね、まあ話はね、聞いてたんでね、このゲームはかなり怖いということは聞いてたんですけど、まあ、ここ、最近の、フリーホラーゲーは、どんどんと怖さが増しているっていうのは、感じていたので、やっぱそれなりに怖いんだろうなと思って、やっぱちょっと腹をくくっとはいたんですけども、本当に怖かった。特に、最後のあの、骸骨の、一回目のやつはもう叫びはしたけど、なんか無事に、お！黒猫がいた！エンド。いやー終わった。二回目のあの椅子調べた瞬間に骸骨がドーンって出てきたところは本当に怖かった。ええー、終わったー！という
ということでね、最後まで見てくださってありがとうございました。ということでまた次回作でお会いしましょう。私にとっては非常に残念なお知らせというか、リスナーさんにとっては、いいお知らせになるかもしれないですけど、実は、流したエンディング、ノーマルエンドということで、新エンドがあるそうです。で、それが、どうも、テディベアを見つけた、本当に一番最初の段階の部屋のところに行って、そのアイテムを取ってから、部屋を出ないといけないというですね、なんということだということが分かりましたんで。行きます！やだーい！もう、どんだけいろんなギミックが、はぁーまあいいや。捕まったらどんな感じになるのかっていうのも見れたし。まあそれ見れただけでも美味しいと思うさあ、どんどん行くよ操作をミスった。よっしゃー、そのアイテムを取ってから、いやー、危ない、おーっとー、で、こっち行って、こっちか、テディビアあったところ、違う、テディビアあったところが、どこだったっけ、こっちだったっけ、あれ、どの部屋やったっけ、そりゃー、まさにパラノイアクの最後のシーンを思い出すぐらいのこの、やっしゃー、やだー、あれー、こっち、あー、違う、再びやり直し、さあ、そのアイテムを手に入れてからゴールをしないといけないわけなんでね、こう出て、こっち、開かないだろ、じゃあやっぱさっきの部屋に行かないといけないか。さあ行くなにゃー。にゃんちゅう結構こういう鬼ごっこ苦手なんだにゃー。モノマネする暇はないわな。いや、またくれ。この年寄りにこういうなんかちょっと心臓に悪いゲームっていうのは、いかがなものかなと。あまりよろしくないんじゃないかなと思う。ああ、びっくりするじゃないか。母さん、ちょっと頑張るよ。こっちだ！じゃあ、もう、6回目やで、6回目のところにもう、ちょっと頑張って、テディベアのある部屋に行かないといけないんだんじゃ！ 7 回目でございまーす。サザエでございまーす。お魚くわえたドラちゃん。おお、かけて、僕ドラえもんだけどね。大丈夫だよ、のび太くん。あ、こっちじゃない。こっちでもない。バグドラえもんです、バグドラえもんです、はぁ、こうくんなのは任務なんです、お前も老人形にしよしゃーい、せやまつりちゃい、ここか、ここやった、お米食べろ、ちょっと一回引いてあげて、一回出て、こっち行って、そう、こっち行って、こう行って、違う、やった、手に入った、こうはいかんだ、よっしゃー、あかんかん、まだガッツポーズで止まってる場合ちゃう、てか何手に入った、エレンズナイフ、何やぞ、エレン西川エレンで、この手紙そういえば読んでなかったな、なくしてる手紙の半分、はい読もう、ビオラへ、昨日は怒鳴って悪かった、森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって昔から伝われていてな、その友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよ。その友達、エレンちゃんだっけ？その子の家に。で、ここか。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。手紙じゃなくて、直接言葉で伝えたれよ。本当にもう、怖い目に遭わされてんから、この子は。よっしゃ！でも、トゥルーエンドが見れるね、これで。やりましたよ！
約4分かかってますけどね。いやー、参った参った。パパーン、うん、あれパパーンって言う前、あれエンディングはちょっと変わったけど。おい、ビオラ！ん？え？すごいな。え？いつまで追いかけてくるの？もうすぐ、その体は死んじゃうの。返して。やだよ。この体、どこも痛くないんだ。一度は私にくれた体じゃない。どうして、返す必要があるの？ねえ、ビオラちゃん。私のことがかわいそうだったんだよね。病気でベッドから動けなかった私のこと。だから、私の魔法で二人の体を交換したんだよね。一日だけ。そんな約束したかな。私の力で、私のこと閉じ込めちゃったのか。びっくりしたけど、無駄だった。だって、私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。いや、何回も殺されてるんですけど。あの家はずっと私を案内してくれてたんだから、私がここから出られるように。まだ死なない。我ながらしぶといな。あ、もしかして、お父さんのことが気がかりで死ねないのかな？私知ってるよ。ビオラちゃんのお父さん。二人だけの家族。ビオラちゃんのような体に残る優しそうな人だよね。仕事は漁師さんかな。わざわざお手紙までくれていいお父さんだよ。自分がいなくなった後も心配してる。大丈夫、私がビオラちゃんの分まで愛してあげるよ。ビオラちゃんの分まで愛されてあげる。だからビオラ、ビオラなんだな。無事か？どこも怪我しないか？なんだ？どうし？夜な化け物！うわぁ、マジかぁ。うわ、笑いおった。うそー、トゥルーエンドってなんかハッピーエンド的なもんじゃないの？あ、猫。ああ、ショックでかいわ。ああ、そういうことか。ということで、新エンド編も終わりましたので、これで、すべてが終わりです。また次回作でお会いしましょう。以上、鎌首でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。お疲れ様でした。